はい、ということで皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございます。いやなかなかゆるいい感じでとてもいい楽しく3周年できましたかね、はい、できたら楽しんでいただけたかなと思いたいなと思っております。はい、で今回ですねまた去年と一緒なんですけども、またちょっとシャンパンをご用意させていただきましたので、まあちょっと開けて皆さんでお祝いしたいなと思っておりますので、ちょっとまずはこれを開けさせていただきます。そして皆さんのテーブルの前には先ほどの松茸が届いているということなので、シャンパンと一緒にこれをまあちょっと、すだちかな、すだちか、美味しそう。はい、すごいですよね。あ、いい匂いする。ということで開けて大丈夫ですかね、うん、いいですか。飛ばさない方がいいと思います。そうですね、はい、じゃあ開けますよ。おー、ありがとうございます。でちょっとこれをグラスに入れてもらって、乾杯待ちということで、ね、乾杯待ちということで、いいですね、先食べちゃう？いや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 、ますか、乾杯しましょうよ。またお疲れ様です。いや、お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございます。いや楽しかったな。途中からもうちょっと頭ぐちゃぐちゃになっちゃったけど。結構あれ酸欠になるんじゃないですか、あんだけ喋ってると。そうですね、そんな頭しゃべる仕事じゃないですからね、普段はもうひたすらパソコンに向かう仕事ですから、少しでも魅力伝わったんであれば、そうですね、嬉しいです、まあ、今回もなんかいろんな企画をちょっと用意しましたけれども、はい、そうですね、まあ、ちょっとやっぱ想定ではどれぐらいのクラウンに行くかなと。半分ぐらいですよ。想定は半分ぐらいです。マジで。半分でチケットがいくつかあるぐらいなのかなと思ってましたけど。巻いちゃった。2000と1500ででかいところ刺されましたもんね。そうですね。それが大きいですよね。1500とか、私多分一人で3500刺してて。はい。そうなんですよね。そこから絞りに行くところがビーストだなって思う。まあいいじゃないですか。周年のお祝いですから。そうですね。まあ本当に切りよく1万っていうところがね。野茂さんのチャレンジコーナーと、今までないですよね、1万って配ったこと。1万はないと思いますね、今1回では、まあ、ゲーム中結構ね、ミッションとか出荷やると意外とパコッと入ったりはするんですけど、うん、もう そういう意味で言うと結構その今回番組中にも皆さんやっぱクラウンが結構枯れちゃうみたいな声があったので、うん、まあ、そういう意味でなんか いいのかなと思いましたよね、うん、そのそうですね、思想とかシステムも新しくなっていくので、いいと思います。GL か、もっとかな、RS はすごいからな。1万くらい。今から最高っていうのはそういうことですよね。ワンチャン GL 分ぐらいの使い手があるんじゃないですか。入って大丈夫ですか、ね、換算すると。どんどんね、欧州さんの顔色が悪くて、最初肌色でスタートして青くなって今黒なんですよ、なんかもうだから最初に変化が現れ始めてるかもしれないですね。じゃあ揃いましたかね。あ、そうですね、はい、はい、ありがとう。じゃあ皆さん本当に3周年お疲れ様でした、はい、これも本当に皆さんのおかげでございます。ありがとうございます。ぜひどうぞよろしくお願いします。はい、では乾杯。おめでとうございます。お疲れ様です。うん、美味しい。じゃあ松茸も、じゃあちょっとそうですね、カナダさんのいやいや、いいじゃないですか。カナダの、ま、松の香りを。そうですよ、ね、これはなんか塩で食べる感じなんですかね。あんまり、あ、タレは塗ってあるそうです。美味しそうだな。うん、うん、確かに香りが松茸だ、うん、すごいな。うん、すごい松茸味。香りすごっ。あ、こんなに。へぇ、なんか僕、ドミムシとかのあったけど、うん、焼いて食べたの初めてかもしれない、うん、初めて、こんなガツンってくるの、うん、これ、うん、うまい、うまい。すだちかけるのもったいないぐらい、みんな黙ってしまいますが、こんなに口の中で広がるんですね、香りが、うん、おいしい、すごっ。まだアフタートーク中なんで、アフタートーク中でございますよ。今日いかがでしたか、生放送として。で僕、三浦さんに聞いてみたいのが、三浦さん最近ミニサガ関連もあってちょこちょこ生放送をご一緒させてもらって、はい、まあ、ゲームショーの漫画ですか、デビューユニバースのミニサガの漫画ですか、
グリーンサガのってどうでしたっていう、イメージ的に。いや、さっきもちゃんと言ったんですけど、すごくこうリラックスしやすい環境で生放送出れるなっていう感じがすごくしました。で、一番やりやすかったみたいな。やりやすいというか、それ何が聞きたいんだ。なんかちょっと嫌だな、その質問の仕方。リラックスしやすい感じはしませんか。何ですかね、その要因というか。でも僕も何だか分かります。なんかインスタグラム放送ってちょっと一個抜いてできるというか。昔からそう、やっぱり前作の頃、ちょっとその結衣さんと私と、当時中本ディレクターという3人でよくやってて、でそこでずっとね、なんかアットホームって言われ続けてて、やっぱその名残のこううまく継承じゃないですけども、豪華版で拡張版みたいな感じやなって。プロデューサーの違いですよね、きっとね。欧州と、ね、市川君のこう、人間の違いがそのまんま、これはお褒めの言葉とおっしゃっていただけよろしいでしょうかね。コメントしづらい、コメントしづらい形は。今日だって来るときは、車ご一緒させていただいて、川さんは、欧州君は絶対晴れ男の顔だよね。イメージがもう、イメージ、ああ、本当ですか。彼がいるとカラッとするっていう、すごいイメージって言ってました。直接言われたことないですけど、すごくなんかこう、グッときましたね。インスタが太陽の世界ですから、いいじゃないですか。ああ、ぴったりじゃないですか。ありがとうございます。雨男なんですけどね、僕。結構雨男なんですけど、いやでもそれはちょっと嬉しいな。やっぱ出るんですね、プロデューサーの人間味が生放送とかだけで。市川さんやっぱりあれでこうカッチリ してるところがあるじゃないですか。はいはいはい。まあある意味こう有料さもあるという感じで、はい、隙間があるというんですかね。隙間では隙があるというか、はい、やらせていただきますけど。まあ、RS じゃね、こんなにジュエル取れないですね。そうなんですか。一応だから投げていい、1万になっちゃうなんて構成上ありえないですね。確かに、なんか青い顔してるのはまだ見たことない。あれでは想定の範囲内で埋まってるのは埋まってるんですけど、のぼさんの次の目標ですね。じゃあそうですね、青い顔させる。ちょっと楽しみにしておいてください。それはもう光と寝ごっとくしかないから。そうなんですよね。どっちかとそこでニコニコしながらしっかり押さえてるから。そうなんですよ。スルーするとこスルーするんじゃない。ここはってとこだからスルー聞こえてないって感じ。でもね、やっぱ今年もやっぱこう皆さんと一緒に出る機会も多かったかなと思うので、皆さんのそのミンサガのおかげっていうのもあるとは思うんですけども、はい、なんか番組をご一緒させていく機会が多かったんで、今年はなんか本当に佐賀が一体でなんか動いてる感じはちょっとできたのかなと僕も個人的には思いましたね。という佐賀行かないと。そうなんですよね。ちょっと、いやでもマジでそうなんですよ。なんでちょっと来年こそは計画しようかなと思います。インサガの列車もあるんですよ。そう、あります。ありますあります。見たいでしょ。羨ましかったですよ、皆さんが佐賀行かれてるのずっと見てて。直村さんもちょっとコメントでチラッと聞いた感じだと、そうですね、佐賀行きたいなみたいな話もされたんで、彼女で行けばいいじゃん。そうですよ、そうですね、はい、私は休暇で行きましたよ。そういえば唐津くんちがもうすぐ。あ、そうですね、そうですね、今ですよね。まあ、タイミング的にはね、明日とか3連休ですからね。そうですね、金曜日有休使ってイベント3枚ですね。ちょうど今がいい季節ですね。そうですね、また皆さんでね、行ける日を作りたいなと思ってますので。おっ、あ、行ったな。違う、語弊があるな。語弊があるな、今の方は。早いな、早いな。まあでも本当に来年こそはちょっとどっか伊藤県には北海道連れて行けって言われてるし、上から下まで、そうですね。だからうまく機会を作っていきたいなと思ってますので、はい。といったところで、アフタートークとしては以上でいいですかね。はい。じゃあまた引き続き、そうですね、番組でお会いできることを楽しみにしております。引き続きよろしくお願いします。ではさようなら。